例えば美容師の方とかに、なんで今日の予約って多いんですかっていう話をしたら、晴れだったからかなと。でそれをまさに証明するのが統計分析です。セールスフォースの持っているデータに僕たちの分析技術を与えると、めちゃめちゃ面白いプロダクトになるんじゃないかなっていうふうに思ったし、僕たちもめちゃくちゃ面白いプロダクトのためにすごい強い貢献ができるな、すごい、なんだろう、世界観が一気に広がったなと思っていて、例えばセールスフォースベンチャーズが本国とかに投資している会社がいろいろありますと、彼らはこういう戦略でやってるよとか、彼らはこういうことを目指してるというのを本当に同じ投資先として語ってくれるっていうのが、もうどん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 自分たちは世界戦ってるんだっていうのを刷り込まれる。彼らと本気で肩を並べて戦うために、改めて日本でこういうことにしっかり集中しようって思えるっていうふうに、なんだろう、視点が高くなったというか広くなったみたいなところは強烈に変わったところです。データ分析はメッセージなんですよ。クリエイティブで誰もが活用して自分たちの仕事だったり生活に生かせるものなんですよっていう、全てのデータに示唆を届けたいなっていうのが今の夢です。